重要なのはターゲットなんですよね。自分たちはどこに売りたいんだってことをまずメーカー自身、製造業自身が明確にするってことは非常に重要。自分たちが売りたいターゲットにリーチをしているディストリビューターなのかどうなのかってことが、もうディストリビューターを選ぶ最大で唯一のポイントと言ってもいいかもしれません。スパイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もですね、番組に寄せられる質問に対して答えていきたいと思います。で、今日は前回の続きで、まあ、前回製造業の方からいいディストリビューターを選ぶポイントとはどういうものなのかということでご質問いただいて、そのお話に対して、まあ、簡潔にお答えすると言ってなかなか簡潔ではなかったので、今日ちょっとそのまとめを第2その2としてやっていきたいと思います。で、本題入る前にですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この辺に多分チャンネル登録ボタンが出てますのでよろしくお願いします。では早速質問に答えていきたいと思います。前回のまあ番組も見ていただいて、今回ちょっとその続きということで、製造業の方からいいディストリビューターを選ぶポイントとはと、どういうポイントになりますかということでご質問いただいてます。で、まあ、前回お話ししたことも含めてちょっとお話をすると、ディストリビューターの選定って非常に重要ですよと。で、まあ、新興国で、高い売り上げを上げていくには、このディストリビューターってのは B2C の企業であっても B2B の企業であっても非常に重要ですと。でもちろん B2B なんかはもう完全に直販ですという企業もあるので、そういう企業はちょっと除外をしますが、基本的に B2B も B2C もディストリビューターを使うような、業態であれば、業態というか製造業であれば、このディストリビューターの選定っていうのは非常に重要で、で、今までなぜ重要視されてこなかったかというと、新興国、中国とか ASEAN っていうのはあんまりマーケットとして重要視されてこなかったっていうのは過去30年のこう見方で、で、マーケットとして注目されてきたのってここ10年ぐらいなんですよね。早くても2000年代前半ぐらいからなので、まあ、それでも20年前ですけど、2000年代前半で、じゃあ、徐々になので、本当に日本の製造業が本気になったかというと、私はそんな風には思わないので、本当にここ10年ぐらいが本気になって、 AS 級が中国や ASEAN に投入されるような、そんな状況になってきてるんだと思います。で、それだけまあ注目をされてきたからこそ、ディストリビューターを、まあ、本当にいいところと付き合っていかないといけない。今まで付き合ってたところじゃなくて、まあ、新たなところと付き合っていかなきゃいけないということで、ディストリビューションネットワークの再構築みたいなことを各製造業ずっとやってるんですよね。で、まあ、今まではどっちかというと受け身で付き合ってきたと。向こうから売りたいっていうふうに問い合わせがあったので、じゃあここしっかりしてそうだから付き合おうかと。で、まあ、日本の企業は契約書、守りの契約書は非常にしっかりできているので、基本的には単年度契約で非独占の契約をして、まあ、キャッシュオンデリバリーでキャッシュが先で物が後という形態であればいいですよということでやらせてきたと。ただこれだけ急激に中国や ASEAN の市場が伸びてくると、いわゆる20年30年前に契約をしたディストリビューターで今後もじゃあやっていっていいのかというと、必ずしもそうじゃないので、ディストリビューターの、まあ、スイッチング、もしくはこれから出ていくような企業は新たにディストリビューターを選んでいくということになってますと。で、その中で、まあ、ディストリビューターっていうのは、その一度決めてしまうとなかなかお別れするの大変ですよという話をして、で、今日はポイントの話なので、こういうごちゃごちゃしたことはちょっと言わずに、ポイントだけをもう一回整理をすると、またちょっとすいません、まとわりのない話になってきちゃいましたけど、ポイントはね、いいディストリビューターをどうやって選ぶかのポイントはもう2つの軸で僕は見る。自分たちが納めたい、B2C だったら小売り、 B2B だったらユーザーに対して口座を持っているのか否かっていうことをやっぱりしっかり見ていくと。要はいいディストリビューターと付き合って、で、蓋を開けたら自分たちの狙っているところにターゲットに行けなかったっていうのがすごく残念なことで、重要なのはターゲットなんですよね。自分たちはどこに売りたいんだってことをまずメーカー自身、製造業自身が明確にするってことは非常に重要で、その自分たちが売りたいターゲットにリーチをしているディストリビューターなのかどうなのかっていうことが、もうディストリビューターを選ぶ最大で唯一のポイントと言ってもいいかもしれません。ただ大きいからとか、ただ強いからとか、ただ順位がいいからって言って付き合って、いざ蓋開けてみたら自分たちの狙ってるところ半分しか打率がないとかね、半分届かないとかっていうんじゃ全く意味がないので、自分たちが戦略上狙ってるターゲットがどこで、
そこにリーチしているディストリビューターなのかどうかということを見ないといけない。で、多くの日本企業はこのターゲットが不明確なんですよね。なんとなくこんなターゲットで、とにかくたくさん売りたい、なので強くて大きいディストリビューターを選びたい、じゃあここですね、やってください、自分たちが作る人、売るのはあなたたち、蓋開けてみたらなかなかうまくいかないと。で、文句を言うんだけども、お前たち分かってないんだから任しとけって言われて、確かになで終わってしまうって、そんな状況が続いてるんで、やっぱりターゲットファーストで、そのターゲットにリーチしてるかどうかを事前にしっかりとチェックをする。これってディストリビューターの絞り込み、発掘選定の、フェーズで必ずやることなんですよね。で、もう一つは対競合にと比較して、対競合のディストリビューターと比較して、自分たちがこれから契約をしようとしている、もしくは自分たちが今契約しているディストリビューターの戦闘能力がどうなのかってことですね。自分たちのディストリビューターには何が足りていて何が足りていないのか、自分たちのディストリビューターは競合のディストリビューターと比べてそのケーパビリティが数値で見てどうなんだと。例えばストアカバレッジはどっちが高いんだとかですね、ユーザーに対するリーチはどう高いんだと、自分たちが例えば産業セクター4つの分類ぐらいに分けたときに、この、例えば通信系のインダストリーを攻めたいとなったときに、その通信系のインダストリーではどれだけリーチしているディストリビューターなんていったらということを、敵のディストリビューターと比べてこう比較をしていく、この二軸で見ていくということを僕はやりますと。で、結局新興国に日本企業が製造業が入った時に、もう必ずそこには先駆者がいる。欧米を中心とした先進グローバル企業が先駆者として存在していて、で、彼らとの競争なんですよね。彼らとの競争で、彼らのディストリビューターとのそのケーパビリティに差があれば、これはマーケットシェアの差としてどん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 開いていく。この差をどうやって埋めるかということが重要で、例えば彼らのディストリビューターの戦闘能力値を100とした場合、自分たちが選べたディストリビューターは、自分たちは、この競合よりも、知名度もブランド力もないので、第2位第3位のディストリビューターしか選べなかった。そうすると8割の力しかない。そうするとこの2割を別の何かで埋めていかないといけないわけですよね。けどその差が全く分からない中、敵のディストリビューターがどういうディストリビューターかまでは知ってる、どのディストリビューター使ってるかまでは知ってて、なんとなく強いっていうことも知ってるけど、具体的に通知で彼らの戦闘能力は分かりませんみたいな日本の製造業非常に多くて、でここと競争してるのになぜ敵のディストリビューターの調査を知らないんだっていうのは僕非常に不思議に思うので、ここはやっぱり見ていかないと。この差がシェアの差なので、この差を埋めることがシェアを追いつかせることだし、シェアを抜き返すことにつながるので、この対競合のディストリビューターと比べて自分たちのディストリビューターはどうなんだという軸と、あと自分たちが収めたいユーザーさん、 B2B だったら B2C だったら小売に対してのリーチがどれぐらいあるのかということを具体的に知る、この2つのポイントをやっぱりしっかり見ていきましょうということと、あとスキルセットなんですよね。これらっていうのはスキルセットで、もう一つ重要なのはマインドセットで、マインドセットっていうのはその会社のオーナー社長と絶対に合わないため、ディストリビューターってのは 95% 以上過強ですと、家業の人たち でもう非常にワンマン、社長が右って言ったら完全に右だし、いくら担当部長や担当取締役と話してもですね、社長の一声で全然ひっくり返って、話はひっくり返ってしまうんで、いかにオーナー社長と話すか、そしてそのオーナー社長がどれだけ自分たちの会社や自分たちの商品、そして自分たちがやりたいことに興味を持ってくれて、これから一緒に投資をしようと考えてくれるか、ここの温度を測れるのは製造業側もやっぱり経営者じゃないとダメですよね。部長クラスが出てって、家業のオーナー企業数百億だったって社長さんと話をしてもですね、この視点が全然違うわけですよね。サラリーマンの部長とその中堅、数百億の中堅企業の社長、しかも家業でね、でこれだとなかなかやっぱり、お互い違うあれになってしまうんで、少なからず執行役員クラスか取締役の海外担当役員クラスをこう出していって、しっかりとトップ同士で話をさせるということをしないと、なかなかその辺のマインドセットっていうのはきっちりならないので、でそんなにその役員クラスが出ずばってって何回も何回も会わなきゃいけないって話じゃないので、最初に決めるときに最後の1回、下が全部お膳立てしたところを最後1回決めていくっていうところではやっぱり役員同士でしっかり話をするっていうのが、目線としては非常に重要なことだと思います。で特に家業の会社と付き合うときはそうだと
思います。以上、これで、いいディストリビューターを選ぶポイントです。時間が来てしまいましたので、以上にしたいと思います。それではまた皆さん、次回お会いいたしましょう。